メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。5月25日、リセット。毎日心のリセットを意識しませんか？心のリセット、心の切り替え。寝る前にほっとする時間を作りましょう。自分自身がほっとすることは何ですか？好きなお茶を飲む、好きなお香を炊く、好きな音楽を聴く、読書に没頭する。自分がほっとできることって何？と自分自身に確認してみてください。それが分かれば、気持ちを切り替えたい時もそのアイテムを使えばよいのです。毎日リセットすることは明日の活力になっていくのです。斉藤幸男。ということで、私自身は寝る前に、少女漫画読むのが大好きです。かえって目が冴えちゃうこともあるんですけども、でもその時間がですね、何とも言えない至福の時間になっています。皆さんもそんなアイテムあるでしょうか？それでは。